はグランドセントラル駅を紹介していきたいと思います。まあ、今これ映ってるのがグランドハイアットホテルなんですの入り口なんですけども、グランドハイアットホテル、私がおすすめしているホテルの一つでもあるんですけども、このグランドセントラルの駅からですね、歩いて本当に1分ぐらいで着きますので、まあ、ニューヨークの、観光旅行で行くにあたって、やはり地下鉄の駅、ホテルの出口から地下鉄の入り口が近いっていうのは本当に便利なんでね、このグランドハイアットホテルおすすめしてます。で、このグランドハイアットホテルっていうのは、インターネットの公式のホームページから、無料でね会員登録ができまして、その会員になっておくと、チェックインの際にそれを見せるだけで宿泊分代のコーヒーチケットがいただけます。私も利用させていただきました。やっぱりニューヨークは何でも高いので、まあ、コーヒー片手にね観光出るっていう時でも、まあ無料なんで、よかったら利用してみてはいかがですかっていう感じですかね。おすすめです。で、こちらグランドハイ、グランドセンターの中に入ってきましたけども、綺麗ですよね。このグランドセントラルの駅は、フードコート、バー、お土産屋さん、カフェ、本当にいろんなお店が入っております。特に地下にですね、フードコートが入っていまして、まあ、そこにはマグノリアベーカリー、シェイクシャックのハンバーガー、ジャックトレスのコーヒー、チョコレートショップですね、とうとうありますので、まあ、帰りが遅くなってしまって、夕飯どうしようかなっていう時に私は結構利用させていただいたので、もしよかったら利用してみてはいかがでしょうか。閉店時段だけ 気をつけてもらって、地下鉄時代は24時間やってるんですけども、そちらのフードコートは夜10時頃には結構閉まり出してきますので、それだけ合わせて覚えておいてください。で、ちょうど階段を上がったところなんですけども、ここが、皆さんも知っていると思いますけども、マイケル・ジョーダンが、運営しているステーキハウスですね。ここは、ステーキハウスどれでも言えることなんですけども、ドレスコードが結構ありますので、ここは私一人だったからなのか、まあ、靴がスニーカーとかだったからなのかちょっとわからないんですけども、一応ドレスコードで一回断られてますので、まあ、せっかくの観光旅行で行って断られるって結構残念なので、革靴等々履いて行かれることをお勧めします。で、ここがちょうどメインの、コンコースですね。映画、ドラマ、本当によく使われますね、この場所は。でですね、ゴシップガールっていう海外ドラマの、メインの一番最初のシーンに、このメインのコンコース、今ちょうど奥に映ってます階段ですねが、使われております。それもあってですね、もうここは完全に観光地になっておりますね。人がいつでもいて写真撮っていますね。皆さんこんな感じで出ています。で、このセリーナっていう主人公とネイトっていう友達が浮気するシーンがあるんですけども、そのバーもこの中にあります。もしね、興味がある方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。海外ドラマで使われているのところをですね、実際見に行くと本当にテンション上がりますので、頭に入れといてください。これが駅かっていう感じですよね。天井もなんかプラネタリウムじゃないですけども、こんな感じでね、本当に綺麗です。で、ここのグランドセントラルの中に先ほど言いましたバーがあるって言ったんですけども、バーは先ほどのゴシップガールで出てきたバーと、もう一つ、オイスターバーっていう、生牡蠣のバーですね。そちらもとても有名で、クラムチャウダーとかも有名なお店なんですけども、そこもこのグランドセントラルにありまして、おすすめです。雑誌とか、観光ガイドにも載っていますので、よかったら訪れてみてください。で、この出口のちょうどこの橋の下になってるんですけども、ちょうど橋の左奥に行くと、NYC ポーター、空港からニューヨークのマンハッタンまでつ
ないでいる高速バスですね。それの、入場口はそこにありますので、行けば看板と、シャツを着た店員さんがいますので、まあ、声かければ大丈夫かと思うんですけども、これはね本当に分かりづらいので、行ってみないと本当に分かりづらいんで、まあ、あの旅の最初に行った場合はぜひ帰り道を抑えるって意味でも一度行っていった方がいいと思います。いかがだったでしょうか。本日はグランドセントラルを紹介させていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。